皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナも苦しい。でも、ロシアも苦しい。であまります。えーとですね、はい、苦しい局面がやってきましたね。 うんえー、ただ私はですね、この局面、必ずウクライナ軍、そしてウクライナの皆さんは力強く乗り越えていくというふうに信じております。その時にウクライナの皆さんと一緒になってよくやったという形で喜ぶためには、 何がどう苦しいのかというのを知っておかなければいけない。ウクライナに有利な情報というのはやっぱ我々も嬉しい。でも、ウクライナにとって今厳しい状況があるんであれば、その厳しい情報というのもウクライナの皆さんと一緒に抱えていきたいというふうに思います。今日はそんな情報ということになります。まずは航空版のロンジエフさんの地図から行きましょう。よろしくお願いします。まあ、本当にいつもですね、日本人には分かりやすい地図というのをスピーディーに上げてくださいます。 そして、ロシア側の情報も濃厚に載せてくれるということで、客観的な判断をする上で非常にいつもですね、え、助けを受けているという、そういう情報でございます。本当にいつもありがとうございます。え、こういう客観的な、を目指す情報をもとにですね、え、我々はそれを読み解いて一緒にウクライナを応援していければというふうに思います。何が苦しいかと言いますと、バフムードなんですが、 クロモベというところがあります。ここはね、結構取り合いになっていました。バフムートを攻略する上での拠点ということで取り合いになっていたような、まあ街なんですけれども、ここをウクライナ失った可能性が高くなりました。なぜかというと、ロシアの軍事ブロガー、そしてウクライナ側からもクロモベ取られたという情報が、同じ情報が出てきてしまっている。さらに、このクロモベから、えー、北西かなに行ったところに、ボダニフカという街がありますね。ボダニフカ。 ここの北の方の一部なんですが、ロシアに侵食されておりまして、えー、ロシアが足場を作ったという情報。これも双方から確認できているような状況ですね。えー、ボダニフカに足場を作られて、黒ボメから、えー、侵入されてしまうと。O0506 の幹線道路。まあ、あまり大きな道路ではないですけども、この幹線道路からチャシブヤールに直線で道が進んでいて、ロシア軍が2キロ以内まで 進軍してきているような状況ということでございます。えー、ここからチャシブヤルの周りは森になりますので、一気に数日で行けるかっていうと、それはないかもしれないけれども、うん、ちょっとですね、危機的な状況です。でね、あの、ここ1日2日でかなりロシアのこのバフムードでの進軍スピードが上がりました。おそらくなんですけれども、もう地面が凍って、 ているんじゃないかなというふうに、え、推測できます。まだね、確かな情報はわからないんだけれども、デーネーではなくても下、下凍り始めたんじゃないかなということですね。それで、ロシア軍の進軍スピードが、まあ、速くなってきたんじゃないかということなんですけれども、なんですけれども、このバフムート、今一番きついです。で、アウディユカは、膠着状態なんだけれども、えー、ロシア軍がですね、 今後、さらに有利にですね、この戦争を進めるためには、どこが欲しいかっていうことを考えると、決してバフムートではないと思うんですね。かつ、アウディ・ユーカでもないと思うんですよ。取れそうなところを取りに行ってる。なぜかというと、来年大統領選挙がある、プーチン容疑者の顔を立てるためってことですよね。うん。政治的理由が大きいというのはこういうところなんですけども、 本来戦略的にどこの方が重要かっていうことを考えると、まず一番北のクピャンスクが言えるというふうに思うんですね。クピャンスクをもしロシアが奪還というかまあ占領してしまうと、またイジュムとかですね、ウクライナが広範囲に解放したところをまた塗りつぶすことができる。非常に政治的にも軍事的にも意味が大きい。ところが今ウクライナがちょっかいをかけているのは南部戦線、ザポリージャの特幕メリトポリであったりとかヘルソン。 かなりクピャンスクとは距離があるので、ロシアとしてはですね、どうしてもその、え、兵とか兵器の補充というところで遠すぎると。ケアするところと攻めるところ、遠すぎるというところでクピャンスクは押し切れていない状況があるんじゃないかということですね。で、その上、じゃ東部戦線でどこなんだっていう話なんですけども、 個人的にですよ。私、軍事とか戦略詳しくないんですけども、まあ、地図を2年近くずっと眺めてきたわけですよ。で、どこが一番かなって考えると、ここね、シバースクとかシベルスクって呼ばれてる街があります。セベロドネツクとかリッシャンシクから、えー、西に30キロぐらいかな行ったところに、シバースク、シベルスクと呼ばれるような街がある。おそらくね、ここなんですよね。ここが東部戦線のへそなんですよ。で、 ここを本来、えー、押し込まれると、ウクライナとしてはむちゃくちゃ痛い。リマン方面、バフムートもそうだけど、この奥にはですね、スレバンスクとかクラマトルスクとかっていうような重要拠点の大きな街があったりするんですよ。その手前で陣地引かれてしまうので、このシベルスクとかシバースクと呼ばれる街、ここに詰めかけられると一番困るんだけれども、ロシアはここ攻めれてないわけですよ。当然、ウクライナもここ困るので、めちゃめちゃ守ってるはずです。うん。で、 なんとか成果出したぞって言えるところのバフムートとかアウディウがですね。ここでしかも兵とか兵器を大量に失うようなゾンビ突撃を繰り返しながらという形でやっと成果を出している。そういう状況に私には見えるということです。ウクライナも今厳しい状況だけれども、ロシアとてですね、余裕があるわけではないというところですね。一番攻めたいところを攻めれてないやないかっていうそういう話になります。 えさらに、ウクライナが何が厳しいのかというのも、だんだん具体的明るみになってきました。gg.com。在外ウクライナ人も動員対象、変異不足で法案整備ということなんですけれども、 うん。まあ、これだろうなということですね。アウディユカでも、やっと2ヶ月ぶりぐらいに増援が来たとかですね、そういう情報も入ってきていて、実はウクライナ軍のですね、まあ、この兵員の数というところですね。現在、ロシアが、まあ、40万から45万ぐらいウクライナのこの国の中に兵士突っ込んでるって言われてるんですね。 で、プーチン容疑者は62万突っ込んだとか言ってるわけですよ。とにかくウクライナにも莫大な量を突っ込んでいて、さらにそれをストーム Z とか囚人兵なんかで増員してるような状況。もう何ヶ月かで切れると思いますけれども、この冬の地面が凍ったタイミングっていうのは多分ね、ウクライナにとって一番きついタイミングだというふうに思います。その時にウクライナとしては兵を休ませる、ローテーションするような余裕が今生まれていないということになりますね。 えちなみに45日で休憩に入ってまた45日かな。だから休憩の期間は分かりませんけれども、とにかく戦場では45日で休息に入るっていうのが一番いいリズムだそうですけれども、えー、舞台によっては1年以上休息が取れていないような状況だということですね。そんな中で本当によくウクライナは守っているというところだと思いますけれども、まあこの兵員の部分かなという気がいたします。で一応外国にいるウクライナ人の方々にもまあ、 同意がかかるっていうことを一回言ったんだけれども、えっ、ー、とね、国外にね、退避する人たちっていうのがちょっと出てきちゃってるみたいで、えー、国防省は急いでその情報を引っ込めましたね。うん。けれども、まあどうなるのかというところです。で、ここのに関しては政治部門と、まあその軍というのが本当にちゃんと話し合って、 国民に対してメッセージを発していかないと解決できないのかなというふうに思いますね。ここでやはりゼレンスキーさんと、えー、ザルジニ総司令官ですね。このお二人でちゃんと話し合っていただきたいなと思います。必ずね、ウクライナはこれを乗り越えていくんじゃないかなというふうに思います。えー、そしてもう一つなんですけれども、 えーっとね、こちら国防省の交換が57億円の横領容疑で逮捕ということで、まあ、ウクライナが相変わらず汚職と戦っているということになりますね。レズニコフさん、前国防大臣が、まあ、国防大臣を辞任するっていう大きなこともありました。でも、その後もやっぱりまだこういう大きな汚職事件が出てくるっていうことですね。 え、もともと正規の値段で売買が成立していたんだけれども、え、企業側からもっと割引で行きますせ、みたいな打診があった、あって、じゃあ割引の確認変えようかっていうところで変えずに正規の値段で契約書取り交わして割引の値段で金払って差額もらったっていう、そういうやつですね。うん。という事件が起きました。で、こういうですね、非効率なところでお金とか物とかって時間とかが溶けていくと、ロシアはそもそもこんなんいっぱいある腐敗の国です。 ずっと腐敗。で、ロシアの腐敗っていうのは改善できません。ウクライナが改善して効率化していくと、その分ですね、ウクライナが有利になっていく。今、ロシアにこういう形でお付き合いしているような状況になっているということになると、やはり物量とか兵員の部分で、えー、ロシアより少ないウクライナっていうのは、 えー、不利な部分をですね、払拭できなくなってくる。でもそれもこういう形でちゃんと適圧をするというところをウクライナは改善を試みてるということですね。これもちょっと時間が、汚職は時間がかかるんで、時間かかるかもしれませんけども、必ずウクライナはこの部分も乗り越えていくじゃないかなというふうに思います。えー、それではですね、ロシア君。 ロシア君の方なんですけれども、ロシア君とて苦しいわけですよ。えー、まず KM さんですね。いつもの展開相当嫌なんだなということなんですけれども、ウクライナに移送される F-16 戦闘機が離陸すれば、ロシアは NATO 空軍基地を爆撃するということでございまして、うん。まあ F-16 がウクライナに向かって飛び立ったらですね、それ、あの、その基地を 爆撃してやるかなと。NATO の国の騎士でも構わん。爆撃してやるからなっていうことを言って、ロシアが脅してきていて、やっぱ相当嫌なんだなっていう、そういうツイートなんですけれども。まあまあ、これ、ただですね、話半分で、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、ユーロアジアンタイムズっていうのかなうん。UER アジアンタイムズってなってますけども、これね、あの、まあ、とにかく、え、インドかなインドのメディアになりますね、確か。うん。なので、あの、結構飛ばしの記事も出すような、 メディアさんなので、まあ、話半分なんですけれども、まあ、ロシアが F16 戦の時嫌がってることは確かでしょう。今まで、えー、まあ、射程距離でですね、え、攻撃されない位置からずっと攻撃できていたものができなくなるというところ。しかも、木山よりもかなり早いタイミングでグライナーに来るというところですね。ロシアとてですね、えー、あぐらをかいていられるわけではないということでございます。そして、本当に苦しいのはこちらですね。 ロイターですが、ロシア系、ロシア政府系ファンド流動性12月に1.2兆ルーブル減へということなんですけれども、国民福祉基金のことです。国民福祉基金に、まあ、日本円にして大体13兆ぐらいかなぐらいお金があったと思いますけれども、3兆円もわずか1ヶ月で減っていたっていう、そういう話ですね。 うん。わずか1ヶ月で3兆円減ったっていう。で、この国民福祉基金っていうのは、そもそもロシアがエネルギーですね、石油とか原油とか天然ガスとかを売った時に、自分たちの予想よりも高い値段で売れて、予想よりも大きな利益が出ましたって言った時に、予想よりもその出た利益をプールしておく貯金箱です。うん。で、これで、 え、戦費とか財政赤字、本来ね、本来福祉基金なんで国民年金とかに使うお金なんだけれども、財政赤字を埋めたりとか、あとこれ戦費にも使ってんじゃないかっていう疑惑がずっとあったわけですよ。で、一月に3兆減るっていうのは尋常ではないので、うん。おそらく経済が相当悪くて、こっからお金抜いてしまってですね、何かしらに使った。えー、もしくは戦費の部分でも足りない部分があって、こっから抜いて何かしらに使ったってことなんじゃないかなという。 気がします。結構ね、この国民資金議に虎の子の貯金箱です。虎の子の貯金箱なんだけれども、1ヶ月に3兆円、日本円にして3兆円を使わざるを得ないような状況が、11月から12月にかけてロシアはあったということですね。ロシアとて楽なわけではないよ、苦しい状況があるよということ。さらに、人民の部分なんですけれども、えー、っとね、G.com かな。もっと兵士を埋め、ロシアで中絶阻止の動き強まるということなんですけれども、 このですね、兵員の部分という言い方をすると語弊があるんだけども、ロシアの場合は今強烈な少子化になっていって、人口減少なんですよ。で、現在、ロシアの人口動態から言って、どこの人たちを戦場に突っ込んでるかというと、30代からの人たちかな。30から40の。一番実は、ロシアの今後人口を復活する上で、人口動態上、膨らみがあるところなんですね。若い世代で膨らみがあるところ。こっから下はもう膨らみないので、 ここの最後の望みみたいな世代のところですね。ここを今戦争に突っ込んでいるということになります。で、この上でロシアは負けてしまいますと。で、賠償金がどかってかかりますと。で、ロシア人が国外に逃げていきますっていう時になった時に、ロシアはですね、歴史上稀に見る人口減少を起こすはずです。 国家存亡の危機ぐらいの人口減少を起こす。で、そうなると、何々共和国とかっていう、ロシアの構成主体も独立していくような状況もあるかもしれない。そうすると、丸々独立するんで、丸々人口ドカッといなくなるような状況も起こってくるということですね。うん。 寒い寒いところにある、やたら国土の広い小さな国になってしまう可能性があるということです。なので、今回のこの侵略戦争での兵員という意味だけではなくて、ロシアという国がですね、そんな国あったっけみたいな小さい国になるかもしれないという人口動態上の問題もあるということです。 これ背負いながら、ロシアというのは実は侵略戦争をやっているっていう異常な状態な国だということですね。こういうところも、ロシアという国のきつさというのを示しているんじゃないかなというふうに思います。えー、というところで現在ですね、おそらくですけども戦場が凍結しております。で、その上でロシアのゾンビ突撃がちょっと有効になってきている中、バフムートでロシア側に成果が上がっているような状況です。 え、ウクライナとしては、兵員が足りないということで、ローテーションが組めない、そして疲れも出てきているという中で押し込まれているような状態があるんじゃないかなと思いますね。えー、さらには、汚職があるというところで、効率よくですね、え、武器とかお金が使えていない、真面目にやってる人がバカを見てるような状況があるけども、それも少しずつ、え、適圧をして、改善を試みてるような状況でございます。 きつい中ですが、えー、いい状況に向けてですね、ウクライナはほんと歯を食いしばって頑張っておりますので、そしてこれを必ずウクライナは乗り越えていくというふうに思います。えー、ということでこの状況を把握しつつですね、ウクライナは変わらずに応援していきたいというふうに思います。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。